をスローというところになってきます。3コース、そして4コース、角に4号艇丸野和樹、5コース5号艇石丸海斗、大外6コース6号艇藤原啓志郎、佐藤をはじめ渡辺、そして藤原もデビュー来初 V を目指しての戦いです。さあ、ルーキーシリーズの第12レース優勝戦、舞台はボートレース下関で、進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番スタートしていきました。2、3コーススリット先制、なんと1コース人気の1号艇佐藤がスリット5艇、さあ2コース2号艇の山田がまくりに行く、そして刺していくのは3番、4番、あとは後方5番、1番、6番ですが、2号艇山田2コースまくりから主導権を取る、2番手は3号艇渡辺、3番手はうち6号艇藤原、あとは4番、5番、1番後方でスタートは前提正常でした。2号艇山田裕也がまくっています。2番手は3号艇の渡辺一歩優勢で、3番手が6号艇藤原、236、そして4号艇の丸野切れ込んで3番手争いに持ち込んで、むしろ内から4号艇丸野の方が3番手少しリードを取るか、234に変わろうとしております。僅差の4番手6号艇藤原、後方は5号艇石丸、最後方1号艇佐藤、3番手争いが接戦も、まずは2号艇の山田トップで西1マーク、2番手3号艇渡辺、3番手は4号艇丸野が振り切っていきます。234、2番、3番、4番です。そして今度は4号艇丸野が2番手3号艇渡辺に少し定冠詰めに行く。内からまた盛り返すのは6号艇の藤原。後方は依然5番1番2周2マーク、独走体制は2号艇山田裕也トップです。2番手は3号艇渡辺武郎、3番手は6号艇藤原啓志郎、回ったと4号艇丸野和樹刺して取り返します。234、2番、3番、4番、レースは最終周回です。2号艇山田裕也、スリットのタイミング自体は特別早いものではありませんが、きっちり好スタートを行ってまくって1マークで蹴りをつけています。2番手は4号艇丸野が先に回る、3号艇渡辺が刺してなんとか取り返す、ただ2番手はほぼ同体に4号艇丸野が追い上げ効かせて持ち込んでいます。さあ234か243に変わるのか、最終ターンマーク、2号艇山田にとっては前節の江戸川に続く通算8回目の優勝は目前トップで、最終ターンマーク正解、2番手争い熾烈、4号艇丸野握り込んだ、これが決まって前に出た逆転、243で第12レース優勝戦、1着2番山田裕也優勝のゴール、2着は4番の丸野、ゴールイン、3着3番渡辺。